グッドピット離れ、飛び出したのは5番の竹下大輝、13546と並びが変わった水面上です。ボーダー 5.83 をめぐる戦い、残るカードはあと3つです。引き続いて安定版装着のもと10レース虎特賞が始まります。なおこのカード2号艇で出場予定でした安子知見、前半レース負傷のため欠場、このカード5艇での競争となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。インコース1号艇の大沢ですが、これはちょっと早いか。一周1マーカーへ向かっていきますが、現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレースはフライングがありました。1号艇の大沢選手はフライング変換欠場、1番の大沢博夢選手はフライング変換欠場です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇平山、早いスタートとなってしまいました。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券絶対にお捨てにならず大切にお持ちください。1マーク6艇折り返したところでお知らせいたします。なんと人気集まっていました。1号艇平山千佳はフライング、第10レース前哨戦1番はフライングとなりました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコースそして3コースが好スタートか。1号艇鍵、3号艇近江、インから速攻1号艇鍵、刺す2号艇岡部にまくり出してくるか。3号艇近江バックストレッチへと入ります。先頭は1号艇鍵、2番手争い内から4号艇荒井、外からは3号艇近江、ほぼ差がない状況となっています。後方6号艇、2号艇、5号艇なおスタートは正常。一周にマーク、トップターンは1号艇鍵、2番手内から4号艇荒井、その懐を狙おうと3号艇ですが、もつれてホームストレッチへと戻ります。レースは2周目に入っています。後方アクシデントとなっています。レースは2周目バックストレッチを構想中です。お知らせいたします。6号艇藤原戦時妨害失格、6号艇藤原は妨害失格となっています。レースは最終周回へと入ります。なお2号艇岡部、3号艇近江失格となっています。1番、2番、3番、5番、4番、6番です。スタートしました。インコースと3コースが好スタート、1号艇福田、3号艇宮脇、確定1マークへと向かいます。インから速攻1号艇福田に刺す2号艇安田、外を行く3号艇宮脇、バックストレッチへと入ります。先頭は2号艇安田、2番手追走1号艇福田、3番手は3艇の攻防、内から5号艇市橋、外から3号艇宮脇、真ん中に6号艇原田となっています。なおスタートは正常。一瞬にマーク、トップターンは2号艇安田、2番手内から6号艇原田、かわす1号艇福田、ホームストレッチ。先頭は2号艇安田、2番手優勢1号艇福田、3番手内から5号艇市橋、外からは6号艇原田、2艇並走となっています。レースは2周1マーク。先頭は2号艇安田、2番手1号艇福田、3番手内から3号艇宮脇、その外を行く5号艇市橋、内側切り込んだ6号艇原田、バックストレッチへと入ります。3番手争い内から6号艇原田、外からは5号艇市橋、わずかに半平身リードは6号艇原田。レースは2周2マークへと移ります。上位2艇は2番、1番、3番手争い、内から先手を取るのは6号艇原田、追走する5号艇市橋、ホームストレッチ。ここで3番手単独6号艇原田、上位体系2番、1番、6番、レースは最終周回です。
3周の1マーク、先頭は2号艇安田、2番手1号艇福田、3番手6号艇原田。各艇向こう上名と入っています。上位体系2番、1番、6番、後方5号艇、3号艇、4号艇。レースはラストコーナーへと移ります。ラストコーナーからホームストレッチ、先頭は地元2号艇安田、2番手1号艇福田、3番手6号艇原田。2番、1番、6番、先頭2番安田五輪、2着1番福田五輪、3着6番原田五輪、5番4番と五輪。なお3号艇宮脇は失格となっています。以上、尼崎第4レースでした。前節の幕って兄弟とは打って変わりまして、今シリーズは白い枠番インコースの強さがやや目立つ、そんな流れということになっています。初日の攻防です。迎えるカードは9レースの予選特勝。なお6号艇岡部宏選手は欠場で、5選手での対戦となります。選手もファンも勝てばバラ色の5日間ということになります。今回で21回目を数えます報知ローズカップ争奪戦、初日のメインを迎えます12レース記者選抜戦です。なお5号艇近江翔吾選手は欠場、5選手での対戦となります。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。外からわずかに6号艇のホンダのタイミングがわずかに早い。6号艇のホンダのタイミング、スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。6号艇ホンダのタイミング、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ4号艇の岡山、2号艇の奥野が先頭争い。1周2マーク、ここでお知らせがあります。6号艇のホンダですが、フライング返還欠場。6号艇ホンダに関する投票権すべて返還払い戻し。6号艇ホンダに関する投票権はすべて返還払い戻し。お手持ちの投票権大切にお持ちください。タイキック1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センターからわずかに3号艇の中田、いいスタート。1周1マークへ1号艇の日高が逃げる。2号艇深見の差し、3号艇の中田は外、間狙ってくるか。3号艇中田、1号艇日高押し切っています。先頭です。2番手2号艇の深見の内からは4号艇の山川、外3号艇の中田、1停進から2停進差。後方は6号艇の加藤、5号艇赤澤。スタート正常でした。1周2マーク、1号艇日高、4号艇の山川、4号艇山川の、おっと1周2マーク一定アクセント、3号艇の中田にアクセントがありました。レースは2周目に入ってきます。1号艇日高が先頭です。そして2番手ですが、内からは6号艇の加藤、外は2号艇の深見、4号艇の山川、バックストレッチです。5号艇の赤澤が5番手、3号艇の中田ですがアクセントがありました。1周2マークで3号艇の中田アクセント、失格となっております。3秒前3レーススタートしました。1コース2コース4コース5コース1フタ4号角から4号手の真島出ていく、攻めていく。4号手真島くるっと1号手の北中展開、おろっと5号手危ない、5号艇にアクセント発生となりました。先頭角から攻めた4号艇の真島、2番手1号艇の北中、3番手は6号艇の矢田です。その後方は5号艇と2号艇にアクセント発生。1周マークのターンでスタートは正常でした。トップ世界4号艇の真島、2番手が1号艇の北中、3番手6号艇の矢田でホーム直線コース。先頭4号艇の真島、レースはこれから2周目と移っていきます。5
ここでお知らせいたします。6号艇の矢田龍樹は1周1マークにおきまして防護のため失格、2号艇の宗之春也エンストのため失格、5号艇瀬尾忠幸転覆のため失格となりました。エジョン2番、3番、4番、6番、サイアウト5番です。今スタートの差はオーソロッコー0台前半、5号艇マッチ、3コースが先導艇の田中3、いやそれでも大外6コースが負ける5号艇の山内、3号艇応戦するズバッと4号艇吉川ちょっとバランス崩した、くるっと運んで1号艇の朝金向こう正面です。まっくり一発先頭5号艇今のうち、2番手伊勢こらえて1号艇の朝霞、3番手4号艇の高艇並走、一緒にコーナーの世界スタートを制勝、早くも焦点を3番手インに入ってくる2号艇の斉藤、4号艇の吉川サース、くるっと運んで3号艇田中を回して切り込んで6号艇の真島仁志です。先頭5号艇今のうち、2番手1号艇朝霞、3番手相手4号艇の吉川で上段系514、レースは2周目と映っております。1マークの単位と向かって先頭5号艇今のうち、2番手1号艇の明日が後方から接近、手を合わせる4号艇の吉川、内をついて6号艇真島、2号艇斉藤振り込んで交代する、3番手が4号艇の吉川で上段系514、1マーク2号艇斉藤にアクシデントです。ここでお知らせいたします。2号艇の斉藤正幸2周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。シリーズ3日目、予選最終日の小島です。戦い終盤カードへと移りました。第9レース予選特賞、これしかないんじゃの開始です。なお、このカードに登場予定でした3号艇の瀬尾忠幸は前半レースにおいて負傷のため欠場、管理会場となりました。従いまして、3号艇に関する投票権、レース確定後すべて返還となりますのでご注意ください。今日は夕方の5時半頃が干潮時刻ということですが、水面はすでに低い状態となっています。シリーズ3日目、ポイントアップの競争は第11レースの予選特選です。なお、このカードに登場予定でした4号艇の宗之春也は前半レースにおいて負傷のため欠場、管理会場となりました。従いまして、4号艇に関する投票権、レース確定後すべて返還となりますのでご注意ください。エジョン2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートとしたら2コース、どうだ、2号艇の宮野、先前は1号艇の林、2号艇宮野を指す、3号艇の吉川攻めていきますが、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票権大切にお持ちください。2コース、2号艇の宮野、かなり際どいタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中です。ここでお知らせいたします。2号艇の宮野陣、フライング返還欠場、2号艇の宮野フライング返還欠場となりました。従いまして、2号艇に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。予選特賞第10レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票権どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきまして、なんということか、5号艇青木源太がフライングです。5番に関する投票権発売額と同額で返還です。お手持ちの投票権はすべて大切にお持ちください。